大丈夫です。まあ、ちょっと今日は国会がバタバタしてますので、記者さんのお仲間たちには適宜お伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。国会の状況はご承知の通りです。桜についての総理そして官邸の対応は極めて遺憾でありますので、そのことについてしっかり対応させるべく今各野党は努力をしている最中です。同時にとはいえ参議院は法案も残っている、来週に予定されている決算委員会もありますので、どういう対応をするかということについて先ほど議員総会でも協議をしましたが、できる限り審議をした方がいいという意見の方が多かったというのが率直なところです。とはいえまだ何か国会全体で決まったわけではないので、2時からの国対委員長会談、今始まったところですが、そして、その後と聞いてますが、幹事長会談を受けて、参議院としても職責を果たせるように最大限の努力をするというつもりでいます。私の方からは以上です。はい、どうぞ。国対委員長は歩きながら何か言ってた？はい、言ってない？はい、OK。 はい、じゃあどうぞ。じゃあ、はい、質問、経済の普段ちょっと、ちょっと先に国会の質問を申し上げて、今日は。はい、すみません。はい、はい、当然ながら両論、出ましてね、やはりしっかり審議をするべきだと、審議の中でさまざまなことを問いただしていくべきだという意見もあれば、やはり、ここは衆参がバラバラにならないように対応してほしいという意見もありましたし、もちろん一任するという人もいましたしね、大きく分けるとそんな感じですね。はい、審議をするべきだというご意見として、何かご理由、こういった審議をするべきだとか、何かご理由を一つはですね、要するに総理が出てくる場っていうのが欲しいわけですよね、我々は。ということはもう決算委員会総理出てくるわけですから、決算委員会は与党もね、これは党派ではなく参議院としてね、大事にしようってい う文化が育ってますので、与党側もそういう感じですから、決算委員会はぜひやるべきだということもあります。それから、これ交換言われているように、ここで国会が全て空転してしまうようなことがあれば、空転といってもそれは与党官邸に責任があるんですよ。官邸に責任があるんだけれども、官邸が出てこないような、官邸というよりも総理が、あるいは与党側が、内閣が出てこないような状況で、あと残り10日間、終わってしまうというのも、かえってね、よろしくないんではないかと、そういう考え方がベースにあります。はい、分かりますか。はい、共同通信の最近です。この技術的な問題なんですけど、例えば仮にその参院国民民主党として、その審議を拒否せずに審議の方が追及するべきだという方針を決めて、その決算の本会議総理入りのものを国民だけでその了承して開くということは可能なんですか？いや、それはまだそうなると決まったわけでも何でもないし、仮定の話なので、何ともお答えのしようがないです。はい、分かりますか。
ます。はい、朝新聞からです、はい、共同会派の国民だ以上ですね、まあ、その参院の国民だけですね、違う対応を取るということは、まあ、システム上あり得るということで、どういうことなんでしょうか。まあ、これはなかなか悩ましい問題ではあります。もちろんそういう観点からの今日ご意見も、ね、ありました。で、まあ、さりながら、まあ、この共同会派が過去に例のない形で今動いているというのも事実なので、まあ、さまざまな展開についてちょっと頭の体操はしていきたいと思います。はい、わかりますか。はい、どうもご審査です。この問題がその仮に、まあ、対応が分かれてしまった場合に、今後その会派の連携に影響を与える可能性というのはありますか。うん、まあ、仮定の話なのでそれもお答えはやめておきますが、やはり、極力やはり今の一強政治の弊害をね、是正できるような努力をしたいということで、まあ、その手法についてね、さまざまあるということが今この現状の背景にありますのでね、まあ、最大限の努力は続けていきたいと思ってます。はい、自治体ですけども、その国体の戦術戦略が手法について、まあ、まあ過去を見ていると、まあ、国民の審議すべきだという声だとか、自衛協定重視すべきだとか、そういった声があまり会派の中で、まあ、伝わってないんじゃないかというか、あっちの執行部の方として、立憲の国体の方、まあ、方はあまり、まあ、組んでないんじゃないかというような印象がなんとなく受けるんですけれども、その辺の現状についてどういうふうに思いますか。まあ、そこがさっきのご質問とも関係しますがね、過去に例のない形で今共同会派が動いてますので、まあ、今ご質問のようなこともね、もしあるとすればそれもやっぱり是正していかなきゃいけない点ですね。はい、いいですか。もう国会関係の質問がなければ、あと及川さんにいいですか。はい、じゃあフランス店の及川です。はい、昨日の NHK の報道によれば、日銀総資産が569兆円余りになって、そのうち国債が479兆となっています。この現状をどう思うかということと、あと 来年の景気動向、日本はどのようになるとお考えか、以上2点伺いますか。うん、日銀の国債保有残高が異常な規模に達しているというのはもう皆さん周知の通りですから、まあ、その今及川さんがおっしゃった数字を聞くとゾッとしますね。はい、それが1点目で、2点目、まあ、来年の景気はですね、まあ、そもそも消費税増税の影響は今短期的にはあんまり出てませんけど、まあ、これからじわじわ出てくるということと同時に、米中の貿易戦争の影響で、かなり企業、まあ、製造業系の企業にじわじわと今影響が出てきてますから、来年は悪くなると思います。はい、まあ、そういう中で、まあ、政府としては補正予算とね、また当初予算通常国会で組むんですが、まあ、そういう予算でリカバリーできるという状況ではなくなるような気がします。はい、はい、いいですか。はい、あ、今国体についてたんですね。ちょっと要は今やってる野目の結果を受けて、参院国民としての方針を決めるっていう形でどうですか。もちろんそうですよ。野国もそうだし、幹事長会談も行われるので、まだ別に今は何も決まってないですよ。はい、はい、はい、すいません、ちょっと今日は入れ口